とにかくね、これ受信料のね裁判っていう法制度、本当にね僕は完全に理解してますけど、これ一般の人に説明するって大変なんですよ。ですから、この後も別の動画作りますが、ホテルの経営者の方、ラブホテルの方、ビジネスホテルの方、大勢もうね100人ぐらいの経営者の方からお電話いただいておりますが、イラン HK を取り付けるなり、テレビを一旦撤去するなり、いくらでもですね方法はあります。で、変に弁護士さんにお願いをするよりも私に任せていただいた方が確実なアドバイスができます。もう NHK との裁判を死ぬほどやってます。そしてですね、僕にお願いをして、まあ、やる立場の人にしていただければメリットが2つあります。その1つは完全無料です。弁護士ではありませんから、法律のことについて、業務をすることができませんので、アドバイスをさせていただくことは全て無料です。これが1つです。もう1つ、弁護士さんはなかなか弁護士法に反するような、まあ、いわゆる公序良俗に反するようなアドバイスはできないんですが、私は弁護士資格がありませんので、あんまり好ましくないなと思われるようなアドバイスもですね普通にします。この2つが僕に、相談をいただく場合のメリットとなります。もちろんね、まあ、ホテルの方はですね、特に大きなビジネスホテルの方は顧問弁護士さんとかお知り合いの弁護士さんと相談をいただいてですね、でそこに僕が入って打ち合わせにも参加させていただくというか、作戦を考えさせていただくというのが一番いいのかと思います。とにかくですね、ホテルに関してはこのイラン HK をつけることによってですね、もう NHK は裁判してこないということが分かっております。ね、この後裁判、落とし物が言うにね、今まだねイラン HK を取り付けてまだ2年弱だから、それでやってきただけなんだろうと、こう思いの方はそう思っててください。僕もね絶対裁判してこないとまでは言い切れませんが、わざわざね調停の申し立てをしてて、このイラネチキをつけたら調停の後訴訟してきてないんですよ。で、イラネチキ取り付けなかったホテルには遠慮なく NHK 訴訟してきてるんですよね。だから、とにかく、まあ、イラネチキもそうだし、テレビを撤去するという方法でですね、仮に受信の裁判負けたとしても被害を安くするということを提案できると思います。特にねホテルの場合はですね、事業所割引っていうのがあって、先にお金を払うと半額になるんですよね。で、その旅館はもう別にかからなくて半額になるんですよ。2軒、まあ、1軒目は全額なんですよ。2軒目から半額なんで基本半額になります。先にお金を払うと半額になるんですが、後から払うと、裁判に負けてから払うとか後払いになるとですね、全額1部屋地上契約だったら1310円、衛生契約だったら2208円払わなきゃいけないですね。ですから契約をして払おうというホテルの経営者の方も大勢いらっしゃるかもしれませんが、先週のとにかく動画をご覧いただければ、ラブホテル、大阪のラブホテルはですね NHK に契約しろって裁判を提訴されました。17台テレビ持ってたんですが、裁判で負けたのは2ヶ月分、衛星放送の2ヶ月分、たったの8万円です、ね、いいと思いませんか。17台持ってて1ヶ月2280円でたった2ヶ月なんで、これかけると7万円、これですよ、8万円いかないですよ、ね、このホテルの、ね、金額2200万円、345室で2200万円、区画使用数の74室で、380万円でしょ。74室ということは大体、まあ、4倍ぐらいですかね、あれね、4倍ということは32万円じゃないといけないのが380万円なんですよ。だからこれ単純に比較はもちろんできないんですが、立場で頼んでもらえれば、仮に裁判になったとしても払う額をですねとんでもなく安くすることができるということになります。お金はいただきません。何度も申し上げますが、私は弁護士ではありません。お金をもらうと捕まります。弁護士法72条を非弁活動で捕まりますので、私は無料で、相談、ですね、アドバイスさせていただきます。やっぱりね、なかなか情報が開示されていないので、ね、どうしてもホテルの方、怖くなって契約をしたりとか、まあ、裁判になったら弁護士さんということになる、まあ、
これ NHK 側の、まあ、今回裁判見てると弁護士さん誰も使ってないんですよね。普通に、これ弁護士さんがいる場合はここ弁護士の名前出てきます。ちなみにね、どうでもいい話ですが、この梅田君というのが NHK の職員弁護士、この秀桜子さんも弁あの NHK の弁護士なんですけど、彼が僕と仲良かった、弁護士ですね、この梅田君という弁護士ね。いろいろとね、あの紅白歌合戦の裏側で、人が殺されたというこうですね、警察からの情報を弁護士が聞いて、その弁護士から僕が聞いたという梅田君も、こういう裁判も彼もねやってくれてますが、はい、まあ、NHK の内部や僕はもう受信料の裁判のことももう本当に熟知しておりますので、ぜひホテルの経営者の皆さん、ね、それなりに安い、もう本当にねお安く受信料払わなくていい、あるいは払うにしてもとにかく安く抑えるということができる日本で唯一の人間であると自負しております。ぜひ NHK のねこういう脅し負けないようにしましょう。そして最高裁判所が今回またこういうですね、 NHK にとって有利な判決を出すというのは、これは明らかに法律が悪いんです。法律が悪いからそれを変える、それを変えるために私は政治団体を立ち上げております。 NHK から国民を守る党は、今はまだ区議会議員や市議会議員とこういった地方議員をしかいませんが、来年の7月の参議院選挙にはNHK から国民を守る党として、私は立候補する予定はありませんが、党としてですね、候補者を10人以上をですね、届け出名簿に記載をしてですね、来年の参議院選挙には挑戦をしたい。遅くともですね、4年後になります。4年後の参議院選挙では一つの議席をキープしたい、なんとか議席を確保したい、まあ、来年はねもちろんしたいんですけども、とにかくね法律を変えるしかありません。で、この NHK を守っている法律は自民党、公明党という与党だけじゃなくて、これはもう民進党や希望の、まあ、希望の党はまだ出してない、希望の党と立憲民主党はまだ NHK の予算委員会が来月3月に行われるんですけど、あ、 NHK の予算委員会じゃない、 NHK の予算を決定するための総務委員会が、来月衆議院と参議院で行われるんですが、まあ希望の党と立憲民主党は今だまだね、今回初めてですか分かりませんが、もうね全部 NHK 賛成なんですよ。自民党、公明党だけじゃなくて民進党でしょ、そして共産党も NHK に賛成するんですよね。でもちろん維新の会もね NHK の受信料賛成するんですよ、予算案に。でもう、まあとはだから社民党とか自由党はちょっとごめんなさい、掌握してませんが、とにかくですね、国会議員というか大きな政党はみんな NHK の予算に賛成、 NHK の予算に賛成するということは、この受信料制度や放送法をそのまま今のままでいいということになるんですね。で、これをとにかく変えていかないと、裁判所は国会がこんなに全会一致で全部の国会議員がこの予算でいいですよ、この法律のままでいいですよって言ってるものね、裁判所がひっくり返すことはできません。民主主義のこの我が国はですね、強いのはやはり立法府である国会なんです。で、その国会だけが唯一皆さんが選べるんですよ、国民が。国会議員は選挙で国民の皆さんが選べる。ね、官僚、いわゆる総務省の官僚や裁判官は国民が直接選ぶことができないから、だから選挙で変えていくしかない。で、それを僕は、時間がかかることは分かっていますが、4年5年前にですね、もう政党を立ち上げてここまで、ゆっくりですが皆さんの支持を得て、やってきました。裁判ね、とにかく最高裁の判決が出たら、それが世の中の考え方と、まあ、多数派と合ってない場合は法律を変えるということになりますから、その法律を変えるためのごめんなさい、ね、政治家としての活動、政党としての活動をしてまいりますので、ご支援いただきますようよろしくお願い申し上げまして、この動画終わります。以上です。 NHK をブレックアース。